はい、でもまあそれはそういうものかなと思って、男性の方は悪くないと、犯罪ではないという司法裁判が下っているわけです。そこを疑うということは日本の司法に対する侮辱だと思います。日本の警察、世界で一番優秀です。伊藤詩織さんがああいう記者会見を行って、ああいう嘘の主張をしたがためにですね、山口さんや山口さんの家族には死ねとかっていうような誹謗中傷のメールとか電話とかが殺到したわけですよね。だから私はこういうのは男性側の方が私は本当にひどい被害を被ってるんじゃないかなというふうに思っています。